ネットワークがエグ入団時の大谷の写真を投稿。ドジャース大谷翔平投手は21日日時間22日の4どころ地エンゼルス戦で特大の22号にらの放つなど躍動した。フルスとの初対戦に際し、ネットワークはエンゼルスに入団した2018年当時の写真を SNS に投稿。ファンは完全にまだ少年、めっちゃ華奢に見える、明らかに別人と現在とのギャップに驚いている。大谷がポスティングシステムを利用してエンゼルスに移籍したのは2017年オフ、23歳だった。ネットワークは公式 X 旧 Twitter に当時の写真を投稿したが、現在と大きく異なるのは体格だ。ヘルメットをかぶってバットを持った写真とグラブをつけてボールを握る写真の2枚が投稿されているが、首周りや肩周辺は圧倒的に細い。長い期間トレーニングを積んで筋肉の鎧を身にまとったがことがわかる。ファンもそのギャップに仰天、体格から違いすぎてそっくりさん芸人みたい、細い、若い、にいてからいかにマッチョになったかわかる、細すぎだろ、かわいい、あどけない、初々しい、今では信じられない体格とコメントが寄せられている。フルカウント編集部。